クリスタルの音楽兄さんルーリーがお届けする今夜の一曲。今夜はクリスマスイブイブ。この放送を聞きながら一足早いクリスマスを楽しんでいる方も多いかもしれませんね。そこで今夜は懐かしのクリスマスソングをあなたにお届けしようと思います。1984年のエチオピアでの大飢饉を受けて、イギリス、アイルランドのロック、ポップス界の大スターが集まって結成されたチャリティープロジェクト、バンドエイド。1984年12月3日にリリースされたこのクリスマスソングは世界中で大ヒットし、その後 USA for Africa の We Are the World、 さらには翌年の大イベントライブエイドへとつながっていきます。5年後の1989年にはバンドエイド2、そして1984年から数えて20年後、2004年にはバンドエイド20と、このクリスマスソングはリメイクされ、今でもこのチャリティープロジェクトは引き継がれています。今夜は1984年リリースのオリジナルバージョンをお届けしようと思います。バンドエイド、 Do They Know It's Christmas。カモン、おい、カモン、バッショー、何今そんな変な顔してたんですか、ね、はい、じゃあ、もっと家からいい、あー、私よっあそこに帰って写真とか行こう、いつ、ダメ、誰か、誰か、いいっすよ、嘘、いやだって3分ぐらいまだ行きますね、多分ありますけど、平気だもん、はい、じゃあ3番そっからだから撮って、そっから撮るの、そっから撮るよ、早く、今キリンさんが行くよ、みんな顔隠してるし、もう一枚、寒い、寒い、寒い、サービスして、どこ行ったんですかっていう、はい、ポーズ、本当おバカな顔してるくない、めっちゃ嫌で、私この間のほらフォーチュンクッキー踊っていただいた あれでね、もう一コマあったんですよ、で最後なんか決めポーズ入れてくれるからでシェーってやっちゃったもんねそしたらそれすごい使われてんの、シェーがで、私がうまいの、シェーがもう年代だっていうね、でもなんか今日もう終わった感じまだまだこれ一応今度ワンマンやるので、今日はそれを宣伝できればみたいな、そこゆうこちょっと一緒かと思ったのに、近い、あ、これか、出たこと入れなくて大丈夫ですか、うん、いつも多分これだけでやってるから、あ、隣の私すごい高くしてるんですよ、足が長いから、あ、いいね、可愛い感じよ、すごい、でも小さくしてる、あ、出たよ、優しい、言われてる、それぐらいかな、じゃあ小池さん、行きます、1984年リリース、バンドエイドで Do They Know It's Christmas をお聴きいただきました。僕はこの曲を聴くたびに、音楽の持つパワーと可能性、そして世界中の人々が音楽でつながっていくんだということを実感します。今夜はほんの少しだけ世界中の平和と幸せに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。音楽兄さんルーリーのミュージックシャワーは来年も素敵な音楽とメッセージをあなたにお届けします。楽しみに。